ガイウス・ウィビウス・トレボニアヌス・ガルスとは、軍人皇帝時代のローマ皇帝である。トレボニアヌスは、エトルリア人に起源を持つ由緒もある、元老院階級の出身であり、アフィニアゲ・ミナバ・イビアナとの結婚により二人の子、後に共同皇帝となる息子ガイウス・ウィビウス、ウォルシアヌスと、娘・ウィルアガラ、を得た。この当時の名門の指弟と同じように、軍事と政治の両方の職を経験し、 250年に、失政官に選出されると、ローマのリーメスを構成するドナウ川防衛を担当する後、エシア族州の総督に任命され、ローマを離れた。これは、皇帝デキウスの信頼を示すものであった。モエシアで、トレボニアースガルスは、ゴート人の侵入をよく防ぎ、軍人として、聖望を得た。五十一年、デキウスと共同皇帝ヘレニウス・エトルスクスが、 ゴート族とのアブリッゥースの戦いで戦死した。デキウスの息子、ホスティリアヌスが、ヘレンニウスと同様に共同皇帝であったため、二皇帝の死後に、後継皇帝となったが、も、エシアの軍隊は、トレボニアヌスを皇帝と宣言した。ローマ元老院も、ホスティリアヌスと共にトレボニアヌスの定位を認めた。トレボニアヌスは、ゴート族との和平交渉に臨み、アブリッゥスで、ゴート族が得た。 莫大な戦利品や優秀な技術者も含む、ローマ人の捕虜をそのまま保有することを認め、ローマ領内を侵犯しないという条件付けながら、多額の金品を払う旨を約束した。エドワード・ギーボンによると、ゴート族への屈辱的な講和を推進したトレボニアヌスは、ローマ市民からの部別と権を買った。また、共同皇帝であったホスティリアヌスが、同時期に、 薬病のために死去したことに対しても、トレボニアヌスに起因すると思われるに至ったとしている。なお、単独皇帝となったトレボニアヌスは息子、ウォルシアヌスを共同皇帝とした。トレボニアヌスの知性は、安定したものではなく、サーサーアンア・朝のシャープール一世によるシリア族州への侵略に加えて、講和を結んだはずのゴート族の侵入もやむことはなかった。当時、 モエシア及びウェパンノニアの総督であったマルクス・アイミリウス・アイミリアヌスはこれに対してトレボニアヌスはウアレリアヌスへ支援を求めるとともにアイミリウスを迎え撃つべくインテラムナまで進軍したが同地で息子ウルシアヌスとともに自陣内で殺害されたアイミリウスは元老院から皇帝として認められ3ヶ月統治したしかし皇帝を称してレヌス総督 ウアレリアヌスがイタリアに侵軍してきた253年8月、自分の軍隊によってアイミリウスも暗殺された。ありがとうございます。